この広い宇宙には数えきれないほどの太陽があって、数えきれないほどの惑星があるの。中には私たちと比べ物にならないほど科学技術の発達した星があるはずよ。でもさ、そんな星って自然が残ってるのかな。科学が進んでさ、いろんなもの作りすぎてさ、ゴミだらけかもしれないぜ。多分それも高い水準で解決してると思うけど。解決？どんな風に？だって何でも作れるなら片付けたり消したりする技術も発達してるはずでしょ。そうかな。そうよ。なんだよカービィ、超新星でも発見した。何にもないじゃん。居眠りしながら天体観測はダメだぜ。おいおい